こいつらをどうやってかわして上に行けっていう感じなんだけど、なんじゃこりゃ。どうすりゃいいのよ。何回か今みたいなやられ方をしなくちゃどこに行けばいいかわかんねえよ。ここダメ。めちゃめちゃ靴にひっついちょからいけんのやない。だからこの辺で大丈夫。よしよし、でっでっでっ。わかるか。なんというコースを選んでしまったんだろう僕は。今からずっと同じようなやられ方を見せちゃうかもしんない。右がダメなら左よ。これはいけたんじゃない。でここから上に上に上に行かせろ。ここ地味にむずいのよ。よし来た。でどっかで靴を奪いの。この辺の靴奪えるか。靴奪って、靴靴靴が重要。でここで急ぐな急ぐな、いや急ぐな急ぐな、まだ0秒しかないじゃん。だいたい攻略法はもう分かってんのよ。左の弾さえかわすことができればそんなに難しくないんだよな。さあどっかで靴を奪える時が来る。ここの靴を奪っていこうか。じゃあ来い。どうする55台なんて置いて。あ、縦レールでひっついてんのね。じゃあこれ下からくぐっていけっていう感じなんじゃない。あら、ドッスン勝手にやられてくれてるね。え、これ簡単にクリアできない。じゃあ下から走ってってみようか。これで全部のドッスン倒せるんじゃない。どれでやられたんだよ。じゃあ気を取り直して一旦右まで行きます。でこの P スイッチを左側に置いてここで踏んでみようか。そしたらなんか降ってくるとか。いやー分かった、真ん中のドッスンを残さなくちゃいけないんじゃない。でこの P ブロックで挟んで倒しますみたいだ。どうやって。ここからスピンしてめちゃめちゃ上まで上がってってみようか。すると右のドスは残ってくれる。そして真ん中のドスを残しつつここからピースいっちゃう。攻略を見つけたぞ。ここでピースイッチを持ってこのドスに踏ませる。うめ、あまり俺を手こずらせるな。石ころに時が生えただけの便座で、お前らだけな、わざわざ俺が手を下さなくてもこのピースイッチでお前らの運命すべて決まってんだよ。さあこれでゴール。さあ始まった、オートスクロールなのね。でこの玉にのちょ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 、何このマイヤマえ、そんなの設置してんの。え、あのファイヤーマンをかわしながら、しかもこの砲弾に乗りながら行けっていう感じ、めちゃめちゃむずくないかそれ。じゃあファイヤーマンが下に来た時に僕も下に行けみたいな。ちょっと下開けておいた方がいいんじゃない。で上に行きます。あ、なんか右側普通にもうファイヤーマン追いついてこれないわ。じゃあこれでゴールなんじゃない。これでゴールしたらめちゃめちゃ簡単じゃないか。いけたな。じゃあちゃんとクリアしていきますよ。さあ始まった。さあ最初レールに乗ったらいけないのかな。ジャンプしたら腹分け忘れ。じゃあこれさ、ちゃんとコインの通り行っていいのかな。でここでベッドを投げるでしょ。じゃあこれかぶっていっちゃうか。かぶっていっちゃってここでバネに乗りの。お前は邪魔。ドクロリフトが通り過ぎた後に進む。いや、あのドクロリフト乗らなくちゃいけないとかあるじゃん。頭パッカー。ゲームに集中、そして喋りにも集中しなくちゃいけない。もう脳みそパンクしそうだよ。じゃあ喋るだ。はい、僕今から喋りません。ここは上でいいのかい。なんだったか。ここは下に行けばいいんでねえの。でこのハテナブロックは何。全部引っかかってんじゃろ。なんか見る感じ全部引っかかってるような気がするけど、こっからゆっくり行っていいのかな。あ、これ実は上みたいだ。あ、いい、全然いい全然いい。で、ボカン押して。時間がないじゃん。あのドッスンさえ抜ければゴールがあると思うんだよな。いや、でも残り5秒もあるか。絶対最後になんかまだ来るだろう。このまま突っ走っていいわけないもんな。先進んでてみようか。フリーズ You are ゲーム。あなたのゲームはフリーズするでしょうってか。この動画の先入れたくねえ。壊れたらどうしよう。ちょっと先行ってみようか。先はゴール。うわ、もうここまで来たら入るしかないよな。じゃあ土管に入ります。でここでスイッチがフリーズするっていう感じなんじゃないかな。あれ、特に何もないよ。マジで止まっちまった。スタートしても何もない。やべ、俺のスイッチが壊れた。あ、ホームボタンは効くんだ。ここで一旦やめて、そしてもう一回プレイすれば大丈夫っていう感じなんじゃない。いや、セーブとか聞いちゃったらマジできついよね。終了しています。めちゃめちゃ長くない。大丈夫、データとか飛んでないよな。大丈夫だよな。なんか出た。生きてたみたいです。さあこのパワーブロックは発動しないようにって書いてるんだけど、いやこれちょっとまあなっちゃうよな。でこの鍵マップブロックに入ると意味わからんって。なら速攻幅跳びで行ってみようか。早すぎやろ。ジャンプしたらダメならもう置いてみるしか。あ、置きゃいいのか。はいはいはい。これね、早くやっちまったらミスる可能性があるんだよな。投げてしまうみたいな。それやめてください。
だからある程度早く、そうして急いでいくわ。持つ奥、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 持つ奥。まあ、時間は10秒あるからね、そんなに急がなくてもいいかなとは思うんだけど、残り何個、残り2個、残り1個、いけ。はっ、お前ちょっと動けよマリ。ああどうすりゃいいんだよ。挟まっちまう前に早くパワーブロックを持ってゴールポールの方に進む。それ以外方法はないと思うね。だからここ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 、これがこれがこうだ。時間は300秒、たっぷりあるね。じゃあこのパワーブロックを持ちの毒キノコこっち来るよな。だからこの毒キノコを避けつつ、右の毒キノコも避けなきゃいけない。で、左の毒キノコもこっちに凍らせないように。いや、来るの早くね。毒キノコを一番左にやったら毒キノコ消えるとかそんなことはないよな。いや、でもいけそうじゃない。こっから右にダッシュする。そして、いやで、これもう一回繰り返せばいいんでしょ。一番左手ここ、いけ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 。1個目は全然いいんだよね。ただ2個目からさ、結構深くなってくるじゃん、奥が。それで戻るのが間に合わなくなってくるんだよな。だからこの毒キノコをどうかして送らせなきゃいけない。2つ置いてみようか、並べて、こういう風に。あ、あれえ、なにこれ、こんなの初めて見たんだけど、こんなん全然余裕でクリアしちゃおうぜおいおいおいめちゃめちゃファイヤーマン多くないか。このファイヤーマンを避けていくことできるかな。アイテムは、アイテムがないぞ。とりあえず一番高い位置の土管のところまで行こうか。3つ目のところは高かったような気がする。だからここですぐにジャーって、よしよしよし。で、この土管は入れるんだ、ショートカットできますみたいなここで一旦ファイヤーマンをかわそうか。で、下に落ちないようにする。で、こっから上は針やるわ。無理ゲーじゃん。さっきビビって左に逃げちまったけど、ギリギリかわせる。こっからの高さだったらかわせるっていうことが分かった。これさ、相手マジでないのかな。あ、バカがる、バカがる次は階段だろ。いや、階段ちょっと遠いな。一旦ここでジャンプして避けて、これでいけるか。もう余裕なんだよ、ファイヤーマン届くんかい。ならファイヤーマンが通り過ぎた後にここでジャンプしてゴール。いやー、一回も着地せずに玉に乗っていけっていう感じだろうね。でも、見えない見えない見えない、どこにいんのよ。クリア率がめちゃめちゃ低い意味が分かったわ。玉に乗るだけだったらそんなに難しいのよ。これさ、オートスクロールじゃん。だからマリオのいる位置がマジで把握しにくいんだよね。3個目の玉はいい。で、4つ目、5個目、すげー。やべっつー、ちゃんと踏む場所覚えようか。1、2で3まではいいんだよな。で、次1に戻って2からの次は大開脚。いいよいいよ、全然いい。少しずつだけどゴールが近づいてきてるね。さあ、で、ここで右押しパーからの、ここからどこ踏め、ここか。でデンジャロース。最後あんなにブラバがいたらさ、どうやってゴールすんの。ガチガチすぎないか。まあいいか、よく見ておこう。で、オレンジ、黒で、黒で、次も黒だったよな。黒、ここか。あと少しだ、あと少し高ければゴールができた。ということは最後のジャンプのところで勢いをちょっとつければゴールできたんだ。出ろ、いけ。さあ、一回もダメージを受けないでゴール。じゃあこの USC を取って、え、なになにこのクリボー、え、このクリボー乗っていけってか。お前ちゃん、いや、はやこのクリボー乗ってったらゴールみたいな、そんな感じドスに押されろっていうコースだろうね。まあ、ドスに左向き、わー、はやー早いことによってピーチャンするタイミングがちょっと難しくなってくるんだよな。で、後ろ向きに走ってるマリオちょっとかっこよくじゃあここでピーチャンプ、マリオか。次は針に引っかからないようにする。床はここでちゃんとあるね。で、もう一回出す、押しておくれこれおもろい、マジでおもろいよっしゃ、中間、さあゴールさせてくれ、まだあるかい。ゼッうーぱーで、ここでうーちょこちょこピー。そんなにゴールは遠くないはずなんだ。お前ならいけるだろう、マリーマリー今めちゃめちゃ変な動きしなかった。ちょ、ダンダ面白すぎやろ、あのマリーの動き。そんなマリーの心配はいいから自分の心配をしなさい。さっきから全くクリアできてないぞ。やこれどうやって進むのこれだ、もういいってそれあ、左バネが出てきてんじゃん。最初のバネを使って勢いよく行けっていう感じかな。めちゃめちゃ気持ちいい。で、これいつ、ここでジャンプ、で、もう一回ジャンプか。なんだお前
最後もなんかあったんだよな。あれ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 、下から叩いてみようか。でも下からだったらさ、右に行ってしまう可能性があるから、ちょっとゆっくりでいいから、ここでジャンプ、来た、ゴーイン、どっちをやっか。上から行ってみようか。上でもさ、針があったからちょっと難しいんだよな。ここでジャンプ、ジャンプからで針をかわせて。これさ、しかも音符を下がっていくうちにちゃんと音符から出てくる音の音程も下がってんだよね。まあ僕のうるさい声で聞こえないとは思いますけど、最後はクリアしてみせるぜ。いやー、いた、いた、これお前、帰んな、帰れ、帰れ。何この人、一人でお祭り状態なんだけど、担ぎすぎだろそれ。あ、倒せた、絶対無理だってこんなの。ヒップドロップしたら倒せるっていいのが分かった、早めに倒しておこう。あれ、さっき倒せたくない、なんで今度倒せないんだろうな。あ、やっぱダメか。じゃあこの生き方じゃないかもしんない。チョロプーがこっち来てくれるから、カピキックしてヒップキャンしてみようか。あ、頭パッカーン。タイミングをずらそうか。ここ殺さないで。絶対タイミングの問題だと思うよ。ヒップキャンするタイミングをちょっとずらしてみようか。はいはいはい、攻略を見つけたぞ。一番上の砲台が一番左らへんに来た時、弾を越えてくれそうなんですよ。だからそこを狙えばいい。よっしゃこんなの一発でクリアしちゃうって。さあ、まり行こうか。三段ジャンプすれば簡単にいけるんじゃないかな。ただ次は成功させてみせるぜ。来た、待てよ。この上らへんになんかやっぱり隠しブロックあったよな。で、ヨシコ、ヨシコが手に入ったのはいいんだけど、で、上にドッスンがいない。あ、ハテナブロックあるわ。これさ、もしかしたらパンブロック降ってくるんじゃない。スター、いや、スターがあったところでないな。上は、上は特に何もない。こっち側はパンブロックを見つけちゃいました。んー、どの辺だった、見えねえな。ここか。いや、全然届きそうじゃなくない。ここで最大ジャンプして、ここから全然届かない。プロペラとかね、まだどっかに隠されてそうな気するんだよな。この辺とか怪しくない。いや、ないか。ヨッシーに乗って探せみたいな、そんな感じなんかな。ふざけるな。反射神経の達人を舐めるんじゃありませんやろ。噛みすぎだって。あっ、上上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 。バカか俺は。これマジで集中しないと難しいかもしんない、これは上、下、下で上で、これは下だろ。もう分かっちまえばね、簡単なんですよ。矢印と違うことをするだけ。ここはジャンプ、はい、よっと。さあ、これで先に進んだ。で、次は下、上。よし、でもなんだこの矢印。で、真ん中に乗らなかったらいい？それで大丈夫。で、今度は下だろ。よしよしよし。で、今度は、どういう覚え方が一番いいんだろうな。結局、引っかかって違う場所に行くっていう覚え方になってる。トロールコースト一緒だねんか、それ。で、時間がないよ。やったなぜ。懸念があるとすれば、最後手を離したぐらい。だから、ここで左を進化してみようか。ここで、シャー。着地禁止ってことは踏む順番が大事になってくると思うんだよな。で、カロンの甲羅やっぱ結構設置してくれてるね。こんなんだったら簡単にクリアしちゃいますよと。で、このビッグカロンがあるじゃん。このビッグカロンは倒れないから安心。で、次、次、わあ、わあ、届け。ここさ、上から行けないのかもしんない。下から行ってみようか。長くね。これさ、勢いで行った方がいいのかもしんない。待ってるとさ、カロンの甲羅が結構動き出してタイミングがずれちゃうんだよな。だからここもジャンプして、右のカロンは踏みます。で、トロックがいかない。よし。で、ちょっと一旦落ち着こうか。もうコインコインではいいんだって。これは右に届くかな。いける。いけるね。で、右に進みます。あ、こっから結構簡単になってきてるような気がする。カロンめちゃめちゃ多いじゃん。これはもうゴールできたんじゃないかな。いや、これ物にしないで頼む。いけー、いけー。今回はこの砲台一つで45マスも飛び越えなきゃいけない。いや、どうやってよ。とりあえずダッシュして行ってみようか。乗る。で、ここも乗れ。左の方から走ってってみようか。こんくらいでどうかな。これで弾に乗ればいけるみたいだ。遠くないですか。2個目に出す弾があるじゃん。それをギリギリまで引きつけてみる。このタイミングでどうかな。いや、めっちゃいいタイミングなんじゃない。ほらほらほら。なら弾が画面外に行って 0.1 秒後ぐらい、この辺でどうかな。いないよ。ほんとわからんくない。だってさ、弾が消えた瞬間右って、いや、これいけるか。おー、
右の球を消さずになるべく右にやりたいわけだよな。こっから右にちょっと画面をスクロールさせて乗るみたいだ。ちょっとそれでやってみようか。もうね、それ以外方法がわからんのよ。球が消える前にダッシュ C のちょっとこれで画面スクロールしてくれるよな。で、乗れ！届け！やっぱりこれ全部下に落ちてくんの？おちょ、乗る！どうすりゃいいんだよ。ならめちゃめちゃ早く右に行って壁キックしようか。そしてドッスンの上に行きたかったの。ちょっと普通に走ってっていいかな。そして壁キックをしてみる。うわ、全然間に合わんわ。ということはですよ、ドッスンを1体ずつ動かすみたいな、そんな感じかな。無理ですけど。え、マジでどうしよう。左はお前持ちてくるか。裏技だったらこの壁にめり込め。ならしゃがんでおいてドッスンの間に入るみたいな。はっ、いけるいける、はいはいはい、攻略を見つけたぞ。ということはですよ、ここでドッスンに挟まれるのが難しいのよ。まあ何とかやってれば勝手に挟まってくれる時が来るでしょう。来た、こっから右のドッスンを落としてこうよ。やったじゃあこのチョロプーがどう。お前早くね。チョロプーがただ並んでるだけっていうのは分かった。だからこのチョロチョロしてんじゃねー。もう下にいたらぐちゃぐちゃになっちゃうから、さっさ行っちゃった方がいいくないかな。よしよしよし、来た。で、上はまだ降ってくる。いや、いないじゃん、これめっちゃ軽い。このチョロプー右まで来んのか。じゃあ早めに右に行っちゃった方がいいね。そしてあのチョロプー下のやつ気をつけよう。一番右に隠れておこうか。一番右に隠れておきいの。やったてめー。ピンポイントすぎやろあいつ。早めに右に行かなくちゃいけないっていうのは分かってんのよ。チョロプーが溜まるからね。こっからや問題は。おや、最初は今みたいな感じでいい。踏め踏めからのすぐ上に行く。なかなかいいんじゃないこれ。で、落ちる場所が大事だよ。あ、これいけるんじゃない。頼む。赤い球は乗れなさそうだから、黒い球に乗っていけっていう感じなんじゃない。まあこんな感じだよね。いや、むずむずこれ、むずいか。4つ目の土管は、あ、入れはしない。なんだお前。みんなこれ攻略法見つけたね。赤い玉の下に折っておいたら大体やられる。じゃあいいんだよ。だから黒い砲台の下に折っておけば大丈夫なんじゃない。中学の数学と一緒で、お兄ちゃんが何キロの速度で家を出ました。で、弟が何キロの速度で何分後に家を出ました。さあ追いつくのはいつでしょう。その理論でいこうじゃないか。今でしょ。このキノコを取った後がとてつもなく難しい。で、しゃがんで、ここもしゃがんでいこうか。で、もう一回踏める。よっほっ。これもうゴールできたんじゃない。あとゴリ押しでいけるような気するんだよな。頼む、この土管は。いや、この土管は無視。もう階段があるよな。階段はまだか。よしよし、でやー。最初からマイナス思考だな。で、これはどれを見ればいいの。オンオフオンオフからの。まだ。多分最初にどっかあったんだろうね。あ、これか。この左の雲のところが間違いですみたいだ。なるほどね、スタート画面にあるっていう感じか。っていうことはこれは、みんなもこれやってって。めちゃめちゃ難しいと思う。これ一番上雲がなかった。で、こっからヒップドロップ C の、なにこのちょっと難しいやつ。これどこどこどこか分かってて、こっちで合ってないですわ。全部間違えてんじゃん。5問中5問全部違うんじゃない。これは左下だって。こっちに雲があるのが見えた。で、次分かるんかって。あ、待ったか、これは見えたよ。そしてラスト、どこだ。わからんわからん、ここでいいかな。なんか違うんだろうな。3回通ってきたけど全然分かんなかった。何が違う。分からん分からん分からん。何が違ったの。矢印見えるか、そんなの。あ、これレール右向きなんだ。だからこのブラパン行け。じゃあ当たらんようにこのブラパン押していくだけ。え、こんだけだったら全然簡単だよ。てっきりさ、レールが左向きかと思ったけど、意外とゴール長いのね。でも簡単にクリアできますよ。早い方法とかあんのかな。結構ゴールとの距離あったよね。で、このブラパンもさ、めっちゃ右に行く時とちょっとしか行かない時があるんだよね。ほら、さっき言ったでしょ。ほらほら、だからこの早い方法を利用しながら、で、ここ見て。一旦ジャンプ挟んでみようか。押してジャンプ、押してジャンプ、押してジャンプ、うん、遅い遅い、まあやり直せ。リズムで、リズムに乗っていこう。立て、テラ、ラクダ、ダンゴ、ゴマ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 。これさ、最後にダッシュするタイミングが一番重要になってくると思うんだよね。最後さ、ブラパがボムヘイ押すじゃん。で、爆発すると思うんだけど、そのブラパに当たらないようにしなくちゃいけない。このタイミングだ。このトゲゾウを避けろっていうコースなんだけど、めちゃめちゃ速いこのトゲゾウが。ただこのトゲゾウを避けるだけだったらそんなに難しくないと思ったけど、毒キノコも出てきた。この毒キノコしかもついてくるやつが
ねえか。で、まだなんか出んの USD で、この USD はジャンプするんかな。ジャンプする。こんなのマリオでもなんでもねえよ。罰ゲームじゃねえか。めちゃめちゃ言ってる。これさ、やっぱり端っこに寄っておくのが一番簡単な方法だと思うよ。で、毒キノコが来たら左で逃げますみたいな。もうすぐだ、もうすぐゴールがあるんだ。頑張れマリン。あの、ドアに、ドアに、ドアに、ドア、なんでそんな綺麗な真ん中なんだよ。次こそ入ってみせるぜ。集中すれば余裕だっていうところみんなに見せたいぜ。はいぜ、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 入る、入る、入る、やったー。これ戻ってくるとかないよね。まあ、いや、一旦行ってみようか。あー、いや、せめてリズム掴みたいよな。そのリズムを掴まないと絶対に行け。右に鍵があったから戻ってこいっていうことなんじゃない。で、鍵ドア入ってゴールみたいな。いや、それめちゃめちゃむずくないか。この辺だよな。これ慎重に行こう。で、ジャンプぐらいせ。さあ戻ってきた。ここから集中していこうか。ゴールだろこれ。いやー、なんでよ。多分ですけど、ドアに入る時があるじゃん、最後鍵ドア。あれをめちゃめちゃ右側で入らなくちゃいけないんじゃない。だからこのタイミング、絶対これでゴールできると思うよ。これはドアに入っててどうすればいいのか全然わかんねんな。入るでしょ。ドアに入って右に行けばいいっていうことは分かった。さあテレサをかわそうか。そっちも来んのね。いや、難易度おかしいって。クッパの火を避けつつ、このノコノコを蹴りつつ、さらにテレサをかわしていくのがさ、どうかしてんじゃないこれ。しかも何回当てればいいの。俺は1回で終了だよ。亀の甲羅を9回ぐらい当てなきゃクッパって倒せなかったんじゃない。これ真ん中の方を追っておいたらダメとかないかな。今1回、これで2回で、これ3回。もう遠いな。うん、あと6回もあるんでしょ。もうやられる気しかしねえ。とりあえずこのやばい鍵だ。さあもういいって言うよ。もう出すなってクッパ。お前氷加えてろって。やったきた。ドキャー雪見たいか。このクッパの火がね、来るときここだから、その来ないときをちゃんと有効活用しよう。さあ来た。どうすりゃいいのかなこれは。え、これを10秒以内に右まで進めっていうこと。これめっちゃむずくない。どこ行けばいいの。それを教えろ。これさ、ノンストップで行かなきゃいけないんじゃない。ここに一マスの隙間があるじゃん。だからこの一マスの隙間に入っていけみたいな。あ、こんな感じなんじゃない。はいはいはい、攻略を見つけたぞ。こういうのは任せてくださいよ。あとはリズムの問題だ。あ、ちょっと下から行ってみるわ。まあ下も同じ要領だと思うんだけど、僕は下の方が行きやすいかもしんない。頼む。これめっちゃなかなかいい場所まで進んだんじゃない。ちょっと上に変えてみようか。上の方が実は僕は向いてるとかそういうこともあるかも。下だ。今ので分かったことがある。上はさ、画面がめっちゃ動くから相当行きにくいね。下はさ、画面が動かなくて一定のリズムを取るだけで結構こうやって進めるんですね。さあゴールさせてくれ。いやー、もうこれゴールだろ。どうせ一画面コース、急に何が来るんだろ。ですよね。この辺に隠しブロックはなさそう。右かな。この辺に行ったら、うわ、怖え。パブロックだらけの、これ叩いてみようか。パブロックを叩いた瞬間すぐ左に逃げる。あ、パブロックは叩けないのね。そしてこのメットを蹴ってパブロックは発動する。じゃあこのフラワー取っていけっていうことですね。はだ。じゃあファイヤーフラワー取っていく。なんだお前、すぐ右に行く。それで間に合うんですかね。アップテン。ザバーで、ドは俺でした。ここでバブルをかわす。で、下に登ってってのバブル戻ってくる。危ないね。下におそらく隠しブロックがあるから、この USD を取らなきゃいけない。そしてあのバブロックを抜いて終わりさ。何もしなかったらいいと思うよ。そしたらツタが降ってくるんじゃない。そうでしょ。そうだよな。よしよしよし、じゃあこっから大ジャンプすればいいんじゃない。ちょっとやってってみようか。ここギリギリで溜めて大ジャンプ。いや絶対ないよな。もうじゃあここで抜け抜け。このバネを踏まないように。あ、時間がないのね。なるほど。じゃあこういう風にしていけっていう感じなんじゃない。ぐやー、これ6つこれめちゃめちゃ繊細なんだ俺。ジャンプ調整がめちゃめちゃ厳しい。ちゃんとこのバネの横を行かなきゃいけないんですよ。バネ何度も場面に引っかかると思うね。ここはダッシュし続けたらダメ。バイ、もう無だ。無の境地に立とう。そうすれば簡単にクリアできるっていうところをみんなに見せてやるぜ。
ジャンプグラス10秒しかないってことは10秒しかないんですよ。何言ってた。もう何度も同じ場面やってるからね、脳みそがパンクしてきちゃってるって。ここよ、難しいのは。進めたな、これを大事にしていこう。でここもジャンプ、よし、来た来た、やだ。さあ始まった、この毒キノコをかわしますせ。これさ、ワンジャンプで終わりっていうコースなんじゃないかな。これをジャンプしてかわして、え、これもクリアなんじゃない。なんだお前ら。ここでちょっと待っておいてみようか。そしてこの間に、無理ですけど。上で待つことが無理っていうのは分かった。なら下に行って、あの一マスの隙間があるじゃん、この毒キノコの隙間をかわせ。毒のだけ、この毒の階段をかわせば終わりって思ってたって。何をこんな狭い隙間をくぐれてさ、こんなの。右の毒キノコの動きをよく見ておこうか。絶対どっかに穴があると思うよ。こんな狭い隙間をくぐれとかそういうわけじゃない。分かったかもしれない、ここか。いや、じゃあこの土管の中に50コインがあるのかな。まあ今の画面にはないよね。あ、50コインあったね。でこの50、何、え、上戻れんくない。下の土管に入れっていう感じかな。でこのファイヤーフラワーも何。え、マジでただ閉じ込められただけなんだけど。意味わからんて。この画面に何かヒントがあるはずだ。ボブ兵がいる、そして弾が飛んできてるってことは、このボブ兵を持っていけっちゅうことだと思います。ただこのボブ兵、やっぱり土管の中入ったら消えちゃうよな。あ、わかった、このバネを抜けみたいな。無理ですけど。隠しブロックとかないと思うんだよな。このボブ兵を抜いて投げた瞬間土管に入る。ボブちゃん、ここでボム兵が爆発する瞬間に下に行ってみようか。ここ弾に当たった瞬間に土管に入ってみます。はっ、これ持っていけた、もしかして。来た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 、いや、これすごいね。